この子はアフリカワシミミズクのポポちゃんという名前にしました。名前の由来はミスターポポのポポちゃんですね。アフリカワシミミズクの特徴はこの耳みたいなところ、なんていうんだろうけど、うかく、うかく、うかく、この子はね、特にこのうかくが耳の部分がね、耳に見える部分が大きい子を選んだんです。なんか凛々しくてかっこいいかなと思って。歩いてみようか。ちょっと歩いてみるか。どう？比較的落ち着いたね。来たばっかりの頃だったらバタバタしてた。この子は中型タイプみたいですね。普段は、ひよこを食べています。冷凍のひよこが、まとめて売っているので、それを解凍してね、この子にあげています。基本的に夜行性なんだけれども、僕が家にいて、家にいるときはね、普通に昼間も起きてますね。なんで割と人間に合わせて一緒に生活している感じだと思います。ほとんど泣かないですね。うちに来た初日だけはなんか泣いてたんですけど、ほうほう泣くとき、真夜中にほうほうって2回ぐらい泣いたのを一度聞いたことがあるだけで、ほぼ泣かないですね。なんで基本おとなしいかな、ほとんど。ただ見新しいものとかにはなんか怖がるから、その時だけバタバタする感じです。爪がね、とっても鋭いんですよ。だから一応このグローブしてます。グローブしてない時に爪で直接やると刺さりますね。結構ね、声とかは出さないんだけど、表情が豊かだから結構感情が分かれるんですよね。びっくりした顔とかね、威嚇した顔がすごく分かりやすいから可愛いですね。本当だいぶ落ち着いてないね、この。威嚇するときはね、両手広げて羽を広げてね、
自分を大きく見せて威嚇してきたんだけど。ご飯あげる時とかもね、なんかそうやって威嚇してもぎ取っていくみたいな感じで持っててたんだけど、おとなしくなった。おーちゃん、今日は体調どうですか？どう？うん、食べる。おいしい。うん。じゃあ買っちゃった。食べる？うん。はい。ちょっと大きかったか。ちょっと大きかった。それお薬塗ってやるからちゃんと食べるんだぞ。バイトリール塗ってやるかな、それ。うん。またね。つつくか。おとなしくしてくれとる。はじめはね、こうやって触るのもね、手もつつかれてたんだけど、ちょっとずつ触らせてくれるようになったね。ほら、結構大きいでしょ、羽広げると。よしよし、ここだ。最初から触ったら怒る？触ってみたら。ちょっと乗っかってるって感じ。ふうふうって言ったら。この子ね、この羽の辺とか触られるのやっぱり好きじゃないね。あの、純ちゃんとかと一緒でさ、ここは触らせてくれるんだけど、後ろ側はあんまりまだ好きじゃないね。頭とかね。もうちょっとこっちから触らなかったってこと。そうそう、こうやってやる。胸の真ん中ら辺触ってあげる。で、これで慣れてきたら徐々に頭の辺も触るようにしていこうかなと思ってんだけど。うん、ごめん。もうちょっとずつ触る。いいんだよ、噛ませてあげればいいんだよ。あの、まじがみしないから。ごめんごめん。よしよし、ありましたけど。うん。いいね。
ちゃいいね。ね、日頃はひよこを与えてるんだけど、マウスも食べるね。なんでマウスとひよこをね、ローテーションであげるといいと思う。マウスはね、今のところあれだわ、カリフォルニアキングスネークにあげてたマルちゃんの、ピンクマウスをね、解凍してたまにこの子にあげてんだけど、この子用のマウスこれから時々買おうかなって思って。マルちゃんと一緒だとサイズが違うの？ちょっと小さいかなと思うよね、この子にはね。ただこの子にはまあ小さい分数をね与えてるんだけど、もうちょっと大きいね、ホッパーぐらいの子、もうちょっと毛が生えた子をあげてもいいかなって思う。何？おじゃ、おでこにあなたの羽がかこん。惜しかったね。何を 見に行ったんだろうね。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。